テクニックス SL-1200、テクニックス SL-1200 シリーズ、テクニックス SL-1200 シリーズは、パナソニック Q、松下電気産業が製造し、同社の高級音響機器用、ブランド、テクニックスで販売してい、レコードプレイヤーのシリーズ、2010年に一度販売終了したが、2016年に復活している。 2010年の一時販売終了までの累計販売台数は全世界で約350万台。後に初代機とみなされる製品のみならず、同盟を冠した後継機も製造販売されたため、当然ながら当初は後に初代機とみなされる単一の製品を指す名称であったが、後継機種が世代を重ね販売されるにつれ、同盟を冠する製品シリーズ全般を指す。 用語としても用いられるようになった。すなわちテクニックス SL-1200 とは、競技には初代機自体の製品型番そのものであり、競義には初代機をヒットとする製品シリーズ全般を指す。本校では明記しない限り、競義の製品シリーズ全般として記述する。トルクの強さ、回転の安定性及びスクラッチ、手で止めるなどに向く、剣道を、耐久性、 レコード再生後の立ち上がりの速さ0.7秒、プラスマイナス8%、プラスマイナス16%、プラスマイナス16%は、SL-1200MK5G、SL-1200GLD モデル及び SL-1200 外以降の機種のみのピッチコントロール、ミックスにおけるリズムキープのための調整。 ストップブレーキの減速度つまり停止までの時間が調整できるなどの特徴により世界中のクラブディスコで使われているアナログレコードターンテーブル機材である。またイス SL-1200MK7 では逆回転の機能が新たに加わった。本シリーズは全機種、ホノイコライザーアンプ非搭載なのでミニコンポなどの応援端子に 本シリーズをつなぐ場合は市販のホノイコライザーガベット必要、ホノイコライザー返さず直接、応印端子に本シリーズをつなぐと音が小さくなり、かつ、標準的な LP レコードの場合で、周波数 1kHz の音に対して、20kHz では 19.62dB 大きく、20Hz では 19.27dB 小さくなる。これは、メーカーを問わず、 SL-1200 シリーズ以外のプレイヤーでも同じ。パナソニックもかつてホノイコライザを補修部品扱いで生産しオりサービスルート扱いで購入できたが1200シリーズ生産終了に伴い2010年をもってホノイコライザ生産も終了。またミニコンポ CD&MD ラジカセなどの外部入力、オーキシン、またはラインイン端子がミニジャックや 大型ジャックの場合は、ホノイコライザに加え市販のピンコード、中継アダプターピンプラグ、ミニプラグ変換ケーブル、またはピンプラグ、ミニプラグ変換延長ケーブルが別途必要。本機の出力コードはすべてステレオ RCA、ピンプラグ。さらにカートリッジを MC 型に交換した場合、カートリッジ切り替えスイッチ非搭載。 mm カートリッジ仕様プレイヤー専用アンプにそのままつなぐと音が小さくなるので市販の小圧トランスベッド必要普及型フロートタイプとは異なりカートリッジは全機種別売ヘッドシェルカートリッジ取付ネジ軽量カートリッジ用の重りのみ付属さらにヘッドホン端子も全機種非搭載なのでヘッドホンや外部アクティブスピーカーはアンプや dj ミキサーを経由して接続する形となる。sl-1200、sl の s はステレオ事業部、l はプレイヤーを意味しているが最初に登場したのは1972年である。以降シリーズは MK6 までリリースされている。1970年代の同社ダイレクトドライブレコードプレイヤーは sl-1xxx という。 形式名で商品展開をしており、各形式名は機能により規則性があった当初の SL-1200 はその商品群の中の一つであった。初代はクォーツシンセサイザがまだ搭載されておらず、時間が経つと回転速度のブレが生じるため、ピッチコントローラが搭載されたのは、その回転速度を調節するのが目的だった。その後開発者たちが 初代モデルを使っている DJ たちを目撃し、大きな指で小さなつまみを操作していた様子から、スライドさせた方が、よりダイナミックなプレイができるのではないかとして、MK2 からスライダータイプに変更された。また初代はインシュレーターも、非搭載だったためハウリングが起きやすかったが、MK2 からインシュレーターに加えて、筐体内部にも、5を入れることで、下からの振動を、 極力ピックアップに伝えないようにした。当時の開発部長がアメリカ合衆国のクラブ DJ に意見聴取に赴き、SL-1200 の不具合箇所はないか尋ねると、このままでよい。これ以上触ってほしくない。という回答を得た。このため MK2 から MK6 まで主な外観や主要装備は変わっていない。電圧の異なるヨーロッパ向けには220、240、 ボルト切り替えが可能な SL-1210 が発売されているが SL-1210 については s l 1 2 0 0 m k に相当のものが長期にわたって生産された。ただし MK5MK5G については欧州モデルも存在する。また北米向けにも MK2 が販売終了まで生産されていたため北米で MK3 以降の製品は 中古品も含めほとんど出回っていないという。なお、MK3D、MK5、MK6、MK7 の各シリーズは、DJ 操作性を高める目的から、ダストカバーに、ヒンジ、蝶つがいが付いていない。さらに演奏中のカートリッジを照らして、高級感を演出する LED スポットライト、スタイラスイルミネーターも搭載されている、イルミネーター横のボタンを押せば、 スポットライト部ががりランプが点灯。収納する場合は、ライト部の先端を押し込む。MK4 以前のシリーズは、白熱電球。MK5 のシリーズは、黄色 LED。MK5GGLDMK6 シリーズは、青色 LED。がえ、GGRMK7 シリーズは、白色 LED 採用。MK3 から MK6 までのシリーズは、テクニックスロゴが描かれた。 ターンテーブルシートと透明ビニールシートが付属されており、これらを敷いた上にレコード盤を載せると DJ プレイ時に滑らなスリップ感が得られる。ただし通常のレコード再生時にこれらシートを敷くとレコード盤が正常に回転しない場合あり。なお DJ プレイ時はテクニクス純正 DJ カートリッジ e p c u 1 2 0を用いるよう推奨されている DJ プレイヒタ用カートリッジは 針り先の寿命を縮めレコード盤を痛めるので EPCU1200 以外のカートリッジはテクニクスパナソニック製であっても DJ プレイ使用不可。2010年にテクニクスブランド自体が一旦消滅したためそれに伴い販売を終了したが2016年3月に限定モデル SL-1200 前を発表して販売を再開。4月には一般向けモデルである SL-1200G を発表し、本格的に復活を果たした。パナソニックは1200シリーズの一員として、かつて、DJ ミキサー、各系統スライド式音量つまみ、マイク入力、ヘッドホン出力端子付けも生産しており、そちらは、ホノ端子を2系統あるいは3系統を搭載していた、アース端子は1系統のみで、プレイヤー2台あるいは3台で共用。 このイコライザーアンプ代わりにも使えーいィン端子にも接続化。ただし本機はカートリッジ切り替えスイッチ非搭載で直接つなげるのは MM カートリッジ使用プレイヤーのみのため MG カートリッジ使用プレイヤーをつなぐ場合は市販の小圧トランス系でない音が小さくなる。さらに同じ1200シリーズの一員としてデジタルターンテーブルや高級 DJ ヘッドホンも生産していたが 本家のレコードプレイヤー生産撤退に伴い2010年をもって DJ 関連機器生産も終了している。前述の DJ カートリッジも生産終了しているため新品での入手は困難だが交換用レコード割については元々長岡の OEM 品だったため長岡から相当品が販売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。